こんにちは、速稼塾の小場です。速稼塾のオフ会でも利用したことがある東京葛飾柴又の料亭川陣さんなんですけども、この度閉店が決まった後ですね、葛飾区が買い上げたということだったんですよ。この寅さんゆかりの地を何とかしてね、存続していただきたいなという、そういうふうな区民と地元の方、全国のファンの方の思いが通じたんじゃないかなと思いますけども、今後どのようになるのか私もね、まだ知らないんですよ。今ね、記事の方がありますんで、そちらを読みながらいろいろと考えてみようかと思いますんで、記事の方に画面を切り替えさせてもらいます。どうぞ。寅さんゆかり、閉店の老舗料亭を区が取得へ、2030年の歴史、すごいですね。歴史景観保護ということで、例えばね、この川陣さんがぶち壊されて、なんかね、他の施設になっちゃうと、ちょっと寂しいなって気持ちはありますよね。まあ、寂しさとかノスタルジーだけでは飯は食えないんですけども、そうは言ってもね、この葛飾柴又っていうのは、この町全体が一つの映画であり、一つのリアリティですからね。寅さんのことを忘れないためにも、そして多くの日本人の気持ちをね、残すためにも、ぜひここはね、残していただきたいなと思っておりました。でちなみになんですけども、東京大空襲の時にこの葛飾柴又は燃えなかったんですかって私ね、地域の方に聞いたことがあるんですけども、そこはなんかね、東京大空襲の時にはなんとかここは焼け落ちなかったということだったんですよ。空襲の、なんかあれですね、標的外だったんですかね。その辺もね、これからいろいろと知っていきたいなと思います。新型コロナウイルス禍に伴う客足の減少を受け、1月末に約230年の歴史に幕を下ろした東京都葛飾柴又の老舗料亭川陣について、同区の青木、区長は3日の区議会予算審議特別委員会で、文化的景観を守るため有効活用していくと述べ、区が土地と建物を取得する方針を明らかにしたということですね。川陣のオーナーさん、すごいですね。区に買い取られたというね、区と商売するというね、なんか名誉ですね。区は建物内で川陣ゆかりの品を一般に広く公開するとともに、おお、すごい、柴又の文化を発信する拠点としても活用する方向で調整している。川陣の8代目社長を務め、閉店を決断した雨宮一輝さん、69歳は取材に対し、柴又で長く商売をしてきたので、あ、これで麻生財務大臣みたいになっちゃいます。すみません。柴又で長く商売をしてきたので、区に有効活用してもらえるのが一番良いと、売却に応じる意向を示した上で、残された資料などを公開するという区の構想にも賛成だ、いいですよね、と語った。区は川陣側と取得価格などの協議を進めて、年内にも正式な契約を結び、具体的な再整備計画作りに着手する。いいじゃないですか。ちょっともうちょっと記事読ませてくださいね、すいません。川陣は江戸川で獲れた鯉やうなぎを使った川魚の料理を提供する、船宿として、江戸時代後期の1790年に開業した。すごいですね、江戸時代から続いてるんですよね。1969年公開の映画男はつらいよ、これ私生まれてないですからね。男はつらいよの第一作では、主人公車虎次郎の妹さくらの結婚披露宴の舞台となり、香田露伴や夏目漱石らの小説にもたびたび登場した。だがコロナ禍で団体客や会合の予約が激減し、1月末に惜しまれながら閉店していたんですよね。いや、これはね、残してほしかったですね。ちなみに、男はつらいよの川陣は、実際には使われてなかったんですよね。ここで披露宴をやったよという定義で、別のところで、なんか映画の中はね、やったと聞いています。まあでもね、そうは言っても、寅さんゆかりの地ですから、私は喜んでね、ここで、塾生の皆さんと、コース料理をいただいたということで、本当に思い出深いところでございます。ありがとうございます。その他ね、いろいろと記事ありますんで、私が朗読しちゃうとね、本当記事書いてもらった方に申し訳ないんで、あとはね、こちらの方ぜひね、読んでいただければと思います。読売新聞オンラインになっております。はい、それではね、本当に良かったなと、心残りだったんですよ。川陣さん閉店して仕方がないんでしょうけどもね、このまんま建物がなくなってね、壊されて別のものになって、だんだん忘れられていくのかなと思ったんですけども、葛飾柴又っていうのはね、勝手なこと言わせてもらえば町全体で一つのコンテンツになってると思いますんで、これからもね、寅さんが曲がり角を曲がったら出てくるんじゃないのみたいなね、あれ大巨人に行ったら和尚さん出てくるんじゃないのみたいなね、おばちゃんが声かけてくれるんじゃないのと、裏通り行ったら広瀬さんがいるんじゃないの、タコ社長がいるんじゃないのと思わせるような街じゃってほしいですね。まあでもね、土手の方なんてはね、綺麗にアスファルトが整備されちゃって、あれ工事中に私行ったこともあるんですよね。いや本当にね、
葛飾柴又は年に1回は必ず行くところだったんで、昨年は行かなかったんですけどね、あの例の件で。なんかね、私もね、一緒に育ってきたような気がしますね。広島から勝手なメッセージでしたけどもね、皆さんはどのようにお考えでしたでしょうか。川尻さん、はい、これからも川尻さんフォーエバーでよかったなと思っております。では